はい、生のキッチン横須賀さんです。はい、今週もよろしくお願いいたします。本当に冷え込んできましたので、簡単にできるあったかご飯を紹介しますね、はい、今日はメインのおかず、それからスープ、あとご飯も味ご飯にしてみました。材料です。はい、ネギ、卵のネギあんですね。卵は人数に合わせて用意してくださいね。今日のあんは長ネギ、生姜、このあたり温まりますよね。そしてハムで旨味が出ます。あとは中華風のスープ、片栗粉でとろみもつけてくださいね。仕上げに糸唐辛子も添えてみました。そしてキノコのスープはキノコ2種類、しいたけとえのきだけです。そして笹かまを加えるので、ここでも旨味が出てきますね。仕上げに春菊などちょっと青菜を用意してください。味付けは塩コショウとお醤油です。そしてザーサイチンピご飯です。ザーサイはおなじみですけれども、チンピですね、みかんの皮を、洗ったみかんの皮ですね、干して乾燥させたものですが、もうそろそろお家で作れると思うので、ぜひやってみてくださいね。白いご飯にこのあたりと白黒のごまを合わせていきます。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。さ、では作っていきましょう。まずですね、今こちらに鍋に材料入ってるんですけれども、火にかけちゃいますね。えのきだけとそれからしいたけ、食べやすく切ってるんですが、真ん中にあるのこれ笹かまですね。細く切りました。今お水です。で、お水から火にかけてくださいね。ポイントです。はい、この水から煮出していくと本当に旨味が出るんですね。沸くまで短時間ですけれども、旨味が出ますので、おすすめのやり方ですよ。じゃあこれが沸くまでの間に卵いきましょうかね。ふわふわ卵を作っていきます。卵4つにしましたけれども、少なくても多くても結構ですよ。軽く塩コショウをしておきましょう。そしてほぐしてください。はい、よくほぐします。こうね、ついお箸をこう上に上げたくなるんですけれども、ボウルの下にね、しっかりお箸つけた方がほぐしやすいと思いますよ。はい、こんな感じで混ざりました。さあ、それではフライパン、熱くなったかな、なってますね。で、くっつくフライパンだったらちょっと油を多めにお願いしますね。はい、今日はこのぐらいでいいと思います。で、油がもう一回熱くなるまで待ってから流しましょうね。いいかな。あ、いいですね。煙出てきましたね。ジューッ、はい、いい感じです。さあ、そしたらここに入れた油を抱き込ませるようにね、混ぜてくださいね。お好みでバラの花なんか作っていただいても結構ですよ。はい、こうしてこうして、で、周りにあった油がね、中に入り込むようにしてください。で、ずっと混ぜてると、これ煎り卵になってしまうんで、この辺でね、少し形整えていきましょう。はい、寄せて寄せて、今日2人分なのでちょっと4つに切ろうかな。はい、このぐらいでちょっと火を止めまして、半熟状態になりました。これあっという間ですね。あっという間に火が通りますからね。固くなっちゃうので気をつけてくださいね。はい、2つ盛ります。よいしょ、ふわふわですね。はい、じゃあこっちもちょっと持っておきますね。はい、2人分取り出して、で、このフライパンまだ熱々なんですよ。なので、ここであんも作りましょう。はい、スープです。中華風のスープです。あとはこの辺の材料を入れてくださいね。ネギと、それから生姜とハムです。さあ、ポイントです。はい、これ今ね、卵を焼いてたばっかりなので、すぐにもう火が通ってくれますね、余熱でね。だから別の鍋で使うよりもこれでできますから、おすすめですよ。卵をさっと焼いて同じフライパン使ってください。はい、あっという間に火が通ります。そうしたら、これもね、軽く塩コショウしておきましょうかね。はい、美味しいくらいの塩コショウ。あとはとろみつけていきましょう。本当あっという間にね、この材料自体も火が通りやすいので、気をつけてくださいね、煮すぎないようにね。はい、このくらいかな。はい、とろみつきました。あ、では卵にかけていきます。はい、ネギもね、お好みで、今日はちょっとね、これも体を温める、
唐辛子をちょっと添えてあげましょうね。さあ、そしたらスープいきましょう。今ちょっと弱めにしてたんですけれども、もう火通ってきましたね。はい、かなり旨味が出てます。で、こちらも軽く塩コショウと、そしてお醤油。で、こっちはね、スープの素入ってないんですけれども、笹かま入ってるので旨味出てると思いますよ。はい、煮えたら仕上げにここで春菊、ニラでもいいですね、体温まりますからね。春菊も巡りを良くしてくれますからおすすめですよ。はい、こんなもんでいいですね。はい、スープ盛り付けます。はい、スープができました。ではご飯に行きましょう。はい、ではご飯、炊きたてのご飯です。そしてここに今日はチンピというのを持ってきました。これね、実は3日前に食べたみかんなんですけれども、皮を洗ってから剥くといいですね。で、ちょっと日に干しておくと、もうこんなパキパキっていうぐらいかなり乾燥しました。で、時間を置けば置くほどね、これ薬効が上がるっていうんですが、気の巡り良くなるんですけど、これは 4,5 年前に作って冷凍庫に入れといたものですね。 4,5 年前、そうそう、これシークワーサーなんですよ。青い方がね、効果があるって言われてますね。化石ではない、はい、違いますよ古ければ古いほど薬効が上がるというものなので、今の時期しか作れないのでね、作っておくといいですよ。入浴剤としても使えますから、柚子みたいに体がね、痒くなったり痛くなったりしないのでいいですよ。で、このね、ふやかしたもの、ぬるま湯でちょっとふやかして、この白い部分、まあ、ついててもいいんですけれどもね、ちょっと食感悪いので取って、あとは細かく刻んでいってください。細かくね、よく回るように。すごく香りがいいので、こう吸い込んだ時に、はぁ、いい香りっていうんでね、巡りが良くなるんですね。お風呂に入れる時は刻まない方がいいと思いますよ。大きいまま浮かべてくださいね。はい、じゃあこれ刻んだものと、それからザーサイです。ご飯に加えていきましょう。はい、ザーサイ入りました。チンピも入りました。はい、さっくり混ぜてください。ザーサイの塩気でね、ちょうどいいと思いますよ。今日はちょっと型に入れようかな。少しボウルにごま油塗っておきました。よいしょ。はい、ご飯、ここにね、なぜ空間を空けといたかというと、ここにご飯を入れたかったんですね。パコンと。はい、そしてごまです。あらすいませんテーブル中にごまを巻きました。今ね、白黒のごまを添えて、はい、完成です。はい、出来上がりました。ふわふわ卵のネギや&キノコのスープ&ザーサイチンピご飯でございます。はい、チンピリですか。はい、お味が楽しみです。はい。